足立さんの行きつけの店ってのはここか。ああ。なんだ、おめえか。愛想ねえな。そんなんだからいつもカンコドリが鳴いてんだよ。趣味でやってんだ。客なんて来ないくらいがちょうどいい。よく言うぜ。足立さん、いらっしゃい。よ、いろはちゃん。その人たちは？俺の連れだ。春日に難波。どうも。足立さんが誰かを連れてここに来るなんて珍しいね。っていうか、初めてじゃない？まあそう言われてみりゃそうかもな。よっぽど気に入ってんだね、その人たちが。ちげえよ、こんなむさ苦しい連中気に入るわけねえだろうが。照れちゃって、かわいい足立さん。たく調子狂うぜ。そんなことよりマスター、一つ頼みがあってよ。どうせつけで飲ませてくれとか言うんだろ。よくわかってるじゃねえか。頼むよ。こちらにもこれから先ここに金落とさせるようにするからさ。な。まったく、本当に元刑事かよ。しょうがねえな。サンキューマスター。よっしゃ、飲もうぜお前ら。なんだよ、難波のやつ、この程度の酒でもう寝ちまうなんてよ。疲れてんだろ。仕方ねえさ、今日はいろいろあったからな。明日は今日以上に忙しくなりそうだがな。ただなんだかお前らと一緒ならうまくやれる気がしてんだよ俺。へえ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。足立さん、もう酔ってんのか。これ式の酒じゃまだ酔わねえよ。足立さんは酔ってんのよ。久々に芽生えた熱い友情にね。いろはちゃん、何言ってんだよ。ったく、茶化すなよな。よ、足立さん、何飲んでるんだ。そいつは聞くんじゃねえよ。ん？足立さん、それカップ酒？し、声がでけえよ。マスターに聞こえるだろう。勝手に持ち込んで飲んでるのか？ああ、コンビニで買ったやつだよ。こんな洒落たバーで酔うまで飲んだら高くつくだろう。お前だって財布が寂しけりゃ同じことするさ。いや、俺なら借金してでも店の酒を注文するよ。借金？一杯の酒のためにか。バーが売るのは酒だけじゃねえ。物思いにふけったり語り合ったり、かけがえのない時間だ。一杯の酒で人生が変わることもあれば、運命の人に出会えるかもしれない。そんな空間を提供してくれるマスターにはきちんと金を払いて。優しいやつだなおめえは。じゃあ俺も借金するか。いや、審査が通らねえか。悲観するなって。一杯おごってやるよ。おお、サンキュー。しかし定年直前で警察を懲戒免職なんてたまらないな。なに、警視総監の堀の内に盾ついてクビになるなら本望だよ。あいつに目をつぶって警察を続けるよりずっとな。確か足立さんと堀の内の因縁が生まれたのは20年前の事件だったな。ああ、老夫婦が殺された強盗殺人事件だ。俺たち捜査本部は近所に住む久住って男を逮捕した。久住には空き巣の前科があったし、アリバイもあやふやだったからな。
だけどくすみはシロだった。ああ、きっかけはくすみの息子だった。息子？くすみには妻子がいてな。一人息子のたかしは当時5歳。そのたかしが犯行時刻にお父さんと散歩に行っていたって証言したんだ。だが親族ってのは容疑者に有利な証言、つまり嘘を言う可能性がある。だから捜査本部は高志の証言を無視することで一致したんだ。俺もその決断に反対はしなかったが、どうしても高志の証言が気になってな。久住の逮捕後も俺は単独で聞き込みを続けたんだ。するとタバコ屋の主人が犯行時刻に散歩する久住と高志を見ていた。高志の証言は正しかったんだよ。すぐに捜査本部にそのことを伝え、久住の釈放を要請したが、堀之内がそれを握りつぶした。確か堀之内は当時の神奈川県警のトップだったな。ああ、警視庁への栄転が内定していた堀之内にとって、誤認逮捕という失態はあってはならないことだ。だから堀之内は冤罪と分かっていながら久住を無所送りにした。結果久住は獄中で自殺だ。堀之内は他人の命まで犠牲にしてキャリアを掴んだってわけか。足立さんが堀之内に執着する気もわかるな。だけど久住の命を奪った原因の半分は俺にある。高志の証言を俺がすぐに信じていれば誤認逮捕を止められたはずだ。足立さん一人の責任じゃないさ。捜査本部の全員で決めたことなんだ。だが高志の事情聴取をしたのはこの俺だ。今でもあの子の顔が頭から離れねえ。足立さんはその後久住の冤罪をマスコミにリークしようとしたんだろう。それってもしかして高志君への罪滅ぼしって思いもあるんじゃないのか。ふん、春日のくせに察しがいいな。確かにそういう思いもあったさ。だが結果はリークも失敗して俺は免許センターを送り、何一つなせないままこの手たらくだ。悲観するなよ足立さん。すまねえな、暗い話になっちまって。気にすんなって。バカ話をするだけが仲間じゃないだろ。いいこと言うじゃねえか、春日のくせに。春日のくせにってのは余計だろ。まあお前みたいな仲間が警察時代にいたら俺の人生も変わってたのかもな。俺みたいな警察官がいたら日本は終わりだよ。それもそうか。そこで同意するか。まあもう一杯飲もうぜ、お前のおごりでな。仕方ねえな、もう。マスター、注文いいかい。さて、そろそろ帰るか。もう帰っちゃうの？悪いな、いろはちゃん。俺たち明日いろいろ忙しいんだよ。おい、ナンバ、いつまで寝てんだよ。帰るぞ。でも、本当にこの店気に入りました。また使わせてもらいます。おう。どうせろくに客も来ねえ店だ。遠慮せず来てくれ。あと、あいつをよろしくな。ね？あいつがあんなに楽しそうに男と飲んでるのを見たのは本当に久しぶりだ。よほどおめえらのことを気に入ってるんじゃねえか。そうなのかな。ああ、俺が言うんだから間違いない。あいつはろくでなしだが悪いやつじゃねえ。これからも仲良くしてやってくれ。ねえ、もちろん。おい春日、何話してんだ。行くぞ。おう、すまんすまん。じゃあマスター、また。ふん、毎度あり。足立さん、今日は持ち込んだカップ酒じゃなくちゃんと店の酒を頼んだんだな。ん？ああ、これはお冷やだ。水だよ、水。
珍しいな。休館日か。いや、コンビニでカップ酒を買う金もなくてな。え、そんなに金欠なのか。まあ毎月この時期はいろいろあってな。なんだ、借金でも抱えてんのか。ちげえよ、たかしに金を送ってんだよ。たかし君って確か20年前に誤認逮捕されたくすみの一人息子だったな。ああ、俺がたかしの証言を信じなかったばかりにくすみは誤認逮捕されたんだ。だけど足立さんはくすみを釈放しようと動いたんだろ。それを堀之内が握りつぶした。今さら言い訳したって、獄中で自殺したくすみが生き返るわけじゃねえ。くすみが死んでほどなく嫁も心労で倒れて亡くなった。天涯孤独になった高志は施設へ引き取られてよ。それから俺は毎月高志に金を送ってんだ。偽名でな。偽名？高志からすりゃ俺は親父を無仕送りにした刑事の一人だ。そんな人間からの金は受け取るのが拒まれるだろう。そう考えて山田って偽名で送金を始めたんだ。足立さんなりの配慮か。だが見ず知らずの山田さんから金が送られて、たかし君は疑問を抱かないもんか。そこも抜かりはねえよ。山田さんは社会貢献が趣味の資産家ってことにしてんだ。これならたかしも気兼ねなく金を受け取れるだろう。社会貢献が趣味の資産家か。確かに足立さん、ガタイもいいし、ダブルのスーツなんかが似合いそうだな。ポケットチーフとかしてな。お、まんざらじゃねえな。今度買ってみるか。バカ言え、偽資産家にそんな金あるかよ。しかし20年送金を続けるなんて本当に立派なもんだ。まあ高志の生活費の足しになればと思ってよ。しかし給料をもらってた警察時代ならまだしも、今となっちゃ足立さんも相当大変なんじゃないのか。まあな、そいつは否定できねえ。たかし君だって今やいい年だろ。25だ。もう送金がなくても自立できるんじゃないか。それがたかしは司法浪人でな。司法浪人ってことは、たかし君は弁護士を目指してるのか。ええ、その通りよ。たかしから月に1回送金のお礼や近況が書かれた手紙が届くんだ。あいつ昔から弁護士になりたいって書いててよ。冤罪で逮捕された親父さんのことで思うところがあったのかもしれないな。だからこそ俺は高志が司法試験に受かるまでは援助を続けようと決めたんだよ。だけど司法試験ってのは大変なんだろ。ああ、高志も大学生の頃から挑戦してんだがなかなか苦戦しててよ。今は最低限のバイトと俺の送金で生活しながらほとんどの時間を勉強に当ててるらしい。たかし君、受かるといいな。今年あたりは合格してほしいもんだ。足立さんにとっても送金はかなり負担だろうしな。まあ正直な話それだよ。何年も司法浪人されちゃ俺の懐がたまんねえ。なるほどね。足立さんが金欠な事情がよくわかったよ。応援したくなっただろ俺のこと。そりゃ応援するさ。じゃあ一杯ごちそうになっていいな。なんだよ、ちゃっかりしてるな。応援してくれよ酒で。わかったよ、今の話聞いて断れるわけねえしな。マスター、注文いいか。よ、足立さん。おう春日、一緒に飲もうぜ。今日は俺がおごってやるよ。お、珍しく景気がいいじゃねえか。今月の送金も無事に終わったからな。マスター、とびきりうまくて驚くほど安い酒くれよ。
無事に高志君に送金できてよかったな。ああ、それに今日はこいつが届いてよ。高志からの手紙だ。これが月に一度の俺の楽しみでな。おお、よかったな。もう読んだのか。いや、これから開けるとこだ。司法試験合格の知らせが書いてありゃいいけどな。早速読んでみようぜ。山田様へ、今月もお金を送っていただき本当にありがとうございます。笑うところか。山田さんって名前がな。仕方ねえだろ、俺は資産家の山田を名乗ってんだから。ほら、続き読むぞ。僕は今年の司法試験を間近に控え、慌ただしい日々を過ごしております。だってよ、司法試験はこれからなのか。今年こそは頼むぞ、高志。続きはなんて。突然ですが、山田さんにご相談があります。先日僕が自転車に乗っている際、止まっていた車のバンパーをこすってしまいました。それはとても高級な車らしく、車のオーナーから100万円の修理費を請求されました。今の僕にとてもそんなお金は用意できません。山田さん、どうか貸していただけないでしょうか。弁護士になった暁には必ず返します。だってよ。っておい、どういうことだこれ。バンパー修理に100万。俺に100万なんてあるわけねえだろ。そもそも気軽に貸してくださいなんて額じゃねえぞ。んなこと言っても、たかし君は足立さんを資産家だと思ってんだろ。それはそうだけど、現実の俺は金なんてねえしよ。どうすりゃいいんだ俺は。こうなりゃ気合い入れて稼ぐしかねえな。そうだな。だが100万はちょっとやそっとじゃたまらねえぞ。そこを気合でやり遂げるんだよ。熱い思いは十分伝わったが、根性論にも限界があるしな。100万円か。どうしたものか。ん？あれ？どうした？ちょっと冷静に考えてみろよ。バンパーの修理に100万ってのはいくらなんでも高すぎると思わねえか？確かに安い軽自動車が買えちまうな。ひょっとするとこいつは詐欺の可能性もあるぜ。詐欺？なあ、わざと狭い路地に車を止めて誰かが擦るのを待つんだ。そんで言いがかりをつけて金を踏んだくると。確かにありえるな。たかしは勉強ばかりして世間知らずなところがあんだ。車のことなんて何にも知らねえだろうしな。そこでだ、足立さんが車のオーナーに直接会うってのはどうだ。示談交渉って名目だよ。なるほどな。そんで相手が詐欺だったらこっちのもんだ。力ずくで修理費を取り下げさせてやるぜ。春日に相談して正解だな。サンキュー。いいってことよ。早速高志に手紙を書いてオーナーの連絡先を教えてもらうよ。ふん。なんとか大事にならずに済みそうだ。でも完全に安心するには早いぜ。なんでだよ。世の中には信じられねえくらい高い車もある。高級スポーツカーの限定モデルなんかには何億って金額のやつもな。もしも高志君がこすった車がそんなのだったら、バンパーだけで100万円ってのも詐欺じゃねえかも。待て待て待て、そんな車は滅多に見るもんじゃねえ。絶対詐欺だ、間違いねえ。あんまり楽観的に考えるなって話だよ。楽観的？ポジティブ思考って言えよ。さあ、嫌なことは酒を飲んで忘れるぜ。マスター、強めの酒をくれよ。つけて頼むよ。足立さん、スーツなんか着てどうしたんだい。今からここで例の示談交渉があるんだよ。ああ、
たかしくんがバンパーをこすった件か。車のオーナーがたかしくんに100万円も請求したから、足立さんが代わりに示談交渉をするんだったな。どうせ相手は詐欺師だろうからな。詐欺師相手にわざわざスーツを着込むなんて、足立さんも律儀だな。いや、これに関しては事情があってだな。車のオーナーの連絡先を聞こうとして高志に手紙を送ったんだけど、高志から僕も示談交渉に同席しますって返事が来ちまってな。俺はずっと資産家山田を名乗って高志を援助してきたわけだ。やり取りは手紙のみ。この20年間一度も顔を合わせてね。つまり高志君は今日初めて山田さんに会うってことか。ああ、だから俺は資産家のふりをしなきゃいけねえんだよ。そのためのスーツってわけか。資産家にしちゃ色気のないスーツだな。仕方ねえだろ、これしか持ってねえんだからよ。とりあえずここにいるみんなにはすでに事情を説明して口裏は合わせてある。で、春日には示談交渉に同席してほしい。なんで俺が。取り巻きを連れてた方が資産家っぽく見えるだろう。そうか、頼むって。俺一人で資産家を演じきれる自信がねえんだよな。お願いだ。わかったよ。だけど足立さんは20年前隆君に事情聴取をしてんだろ。その時に顔を見られてるんじゃ。向こうは当時5歳だ。はっきりとは覚えてねえだろ。俺もだいぶ老け込んじまったし、バレることはねえさ。だといいけどよ。すみません、こちらに山田さんは。もしかして隆？はい。おお、大きくなったな。え、ああ、いや、初めてだな。初めまして、山田だ。ようやくお会いできましたね。山田さん、ずっと僕を支援してくださりありがとうございます。なに、君のような未来ある若者を支援することは資産家の務めだからな。ところでこのお店は。私が趣味で経営しているバーだよ。ジャズが好きなものでね。趣味でお店を経営できるなんてすごいですね。うん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 。で、あなた様は。私は山田様の秘書を務めております。秘書までいるなんてさすが資産家ですね。交渉の席に秘書を同席させるのは常識だよ。彼は実に機転の利く優秀な秘書でね。それは心強いですね。はあ。ところで隆君がこすった車のオーナーってのは。長谷川さんという方なんですが、そろそろ来るはずかと。あ、いらっしゃいました。わざわざこんなとこに呼び出しやがって。修理費の100万円は持ってきたんだろうな。その前にいくつか聞きたいことがある、長谷川さんよ。はあ、あんたが例の足長おじさんか。聞きてえことってなんだ。なんでバンパーの修理に100万もかかるんだ。そりゃ超がつくほどの高級車だからよ。そうだったのか。僕車に全然詳しくなくて。見た目は普通の車みたいでしたけど。あれはパッと見普通のセダンだが、実は高級なイギリス車でな。本国まで修理に出さねえならねえんだよ。ふん。じゃあ次に事故の状況を教えてもらいましょうかね。簡単な話よ。俺が信号待ちしてたら、このガキが自転車で横に止まったんだ。そん時にペダルでガリッとバンパーをすりやがった。隆君、それは間違いないのか。はい、最初はズボンの裾が触れたくらいかと思ったんですが、呼び止められて振り返るとバンパーに大きな傷が。ズボンの裾？ふざけんじゃねえ。俺はこの目で見たんだ、ペダルがする瞬間をな。おかしな話だな。何がだ。普通のセダンなら運転席から見えるのはボンネットまでだ。その下のバンパーは見えないはずだぜ。
見えるんだよ、外車だと。お前ら乗ったことないだろ、左ハンドルに。左ハンドル？またまたおかしいな。あんたの車はイギリス車って言ったよな。イギリスも日本と同じ右ハンドルだぜ。これ以上ボロが出る前に自分から認めちまえよ。バンパーの傷は最初からついてたもんだったな。そんでその車は片落ちの国産車ってとこだろ。どうする、詐欺を認めておとなしく帰るんなら見逃してやるぜ。だけどこれ以上騒ぐってんなら俺の秘書が黙ってねえ。私は山田様の秘書でありボディーガードでねえ。クソ、案の定詐欺だったな。それも相当出来の悪いな。山田さんは最初から詐欺だと分かってたんですか。まあな、私にとって100万くらい大した額じゃないが、ああいう輩を退治するのも資産家の社会的義務だからね。すごい、本物のお金持ちってかっこいいですね。ところで高志、司法試験の方はどうだ。今年は合格しそうかい。それが先日受けた試験はダメでした。え、そうか、残念だったな。でも合格者の平均年齢は29歳です。僕もそこを目標に腰を据えて挑戦するつもりです。ってことはあと4年。はい、必ず弁護士になって山田さんにご報告します。それは楽しみだな、待ちきれないよ。それでは今日も勉強があるのでこれで失礼いたします。頑張れよ。あと4年も送金が続くのか。自分で決めたこととはいえしんどいな。4年で弁護士になれりゃいいけどな。どういうことだ。今回みたいな単純な詐欺に引っかかるなんて。たかし君は本当に法律の勉強をしてるのか。おいおい、縁起でもねえこと言うなよ。あの子は真面目なだけだよ。案外来年あたり合格するかもしれねえぞ。だといいけど。でもまあ今日は資産家山田がうまくいったな。俺の秘書っぷりが良かったからな。バカ、俺がうまく立ち回ったからだろ。とりあえず祝杯をあげようぜ。ねえ、一番安い酒でな。よ、足立さん。おう、春日。この間は示談交渉に付き合ってくれてありがとうな。いいってことよ。それにしても笑っちまうよな。足立さんが資産家で、俺がその秘書なんてよ。なかなか板についてたと思うけどな。俺に飯でもおごってやるぜ。牛丼でどうだ。いいね。早速今から赤牛丸に行こうぜ。何にすっかな。新メニューもいいけど定食も捨てがたいな。バカ、おごってもらうときは牛丼並盛りの一択だろ。え、そうなのか。せめて大盛りまではいいだろう。ん、足立さん、あれって、たかし。おい、たか、バカ、よせ。この服装じゃ資産家じゃねえことがバレちまう。そうか、そうだったな。しかも牛丼屋で飯食う資産家と秘書なんておかしいだろ。高志に見つからねえうちに店を出るぞ。牛丼は？また今度だよ。あいつ詐欺師の長谷川だ。この前は失敗したが、あの山田って資産家は狙い目だ。絶対に関係を切るんじゃねえぞ。はい。今度こそうまい方法を考えてあいつの資産を根こそぎ奪ってやるぜ。もしかして高志と長谷川はグルだったのか。おい、
どういうことだ、高志。山田さん、なんでてめえらがここにいんだよ。金がねえから牛丼を食いに来たんだ、文句あるか。金がない、資産家ってのも山田って名前も真っ赤な嘘だ。本当の俺は無職の中年男、足立だよ。足立さんは隆が気兼ねなく金を受け取れるように資産家を名乗ってたんだよ。それをお前恩をあだで返しやがって。隆、謝るなら今のうちだぜ。足立さんだけじゃなく俺まで頭に来てるからよ。謝ってほしいのは俺の方だ。散々気を持たせておいて無職はねえだろ。てめえはすっこんでろ。そうはいかねえ。お前らには俺の鬱憤を晴らすサンドバッグになってもらうぜ。めんどくせえ、表出やがれ。一瞬で蹴りをつけてやる。許さないよ。勝てると思ってんのか。俺の番だな。ほら、とっておきだ。やめんな。プレゼントで。俺の番か。してみろ。行くぜ。万年早いんだ。くっ、すみませんでした。お前、俺がどんな気持ちでこの20年間。おい、康介。高志君？さっき部屋でこの手紙を見つけた。バンパーをこすったってなんだ？示談交渉ってなんだ？僕には全く身に覚えがないぞ。高志君、僕になりすまして山田さんからお金を取ろうとしてたんだな。ごめんよ、高志君。ちょっと待て、お二人さん、話を整理させてくれ。これは俺が高志に送った手紙だ。示談交渉の日取りを決めるために。高志はこの僕です。君が高志？するとこっちは。僕のルームメイトの康介です。学生時代は二人で弁護士を目指してたんですが、康介は司法試験を諦めてチンピラみたいな連中と付き合うようになったんです。もともと嫌と言えない性格ですから、そそのかされて僕になりすましたんでしょう。高志君が資産家から援助を受けている話をしたら、長谷川さんから詐欺話を持ちかけられて。本当にごめんなさい。僕からも謝らせてください、山田さん。いや、足立刑事。なんでそのことを。以前から気づいていました。僕のことをここまで気にかけてくれる人は足立さん以外考えられないと。だって足立さんは父が冤罪であることを最後まで訴えてくれたんですから。知ってたのか。はい、子供心にもしっかりと理解できました。だけど俺はお前の親父さんを救えなかった。すまなかった。謝らないでください。父のような人間が二度と現れないように。その一心で僕は司法試験に受かったんですから。受かった。司法試験に合格したのか。はい、つい昨日合格発表がありました。おお、よかった。本当に本当によかった。これも全て足立さんが援助していただいたおかげです。なーに、あれっぽっちの金別に大したことねえよ。とはいえ僕もこれ以上甘えるわけにはいきません。前回を最後に送金を打ち切ってください。そうか。そこまで熱心に断られたんじゃ止めるしかねえな。来月から寂しくなるな。なら送金を続けてもらいましょうか。え冗談ですよ。こりゃ高志君に一本取られたな、足立さん。間違いねえや。いや、しかしよかったな、足立さん。高志君、
ちゃんと合格して立派なもんだよ。大変なんだろ弁護士になるのって。ああ大変なんてもんじゃねえさ。相当頑張ったんだろ。大したもんだよあいつは。足立さんの心遣いが高志君を支えてたのかもしれねえな。そんなことねえよ。俺の金がもしなかったとしてもあいつはきっと自分の力で夢を叶えていたさ。そういうやつなんだよ。きっといい弁護士になってたくさんの人を救ってくれるさ。な、そうだな。いろいろありがとうよ、春日。なんだよ、かしこまって。いや、お前といると大変なことも多いが、なんだかんだで楽しいわ。お前に会えてよかった。俺はそう思ってるぜ。足立さん。奇遇だな。俺もそう思ってるぜ。相思相愛だな。じゃあ合格祝いにもう一杯飲むか。なあ、最高の相棒に。乾杯。乾杯。